ベンチャー型事業承継っていう一般社団法人があってでここは山野千恵さんっていう素晴らしい方がやってるんですけどもう日本中のそういう跡継ぎの人たちを集めてまさに情報共有させてメンターとかさせてるんですねで結構そういうので成功してるような事業承継で成功してるようなあの方々がもっと若手の30代前半とかの若手事業承継悩んでる人たちに、まあ、こういうことやったらいいんじゃないかみたいなことを指導するみたいな仕組みを作っててで僕はそれ素晴らしいことだと思って応援してるんですけどやっぱりインナーサイクルなんですよね、うん でこれを知ってて入ってる人はいいんだけど、うん、あのやっぱり限られてて、うん、でだとしたらもっとそういったものが一般的にこういう課題があるよねとかこういうケースがあるよねとか繰り返していくですけど成功の教科書がないんでいろんな事例を学ぶしかないんですよとりあえずは。な,なんで僕プレジデントそれやったので、うん、とにかく情報提供することで、うん、後を継ぐのどうしようかなと思ってるような若い後継ぎの皆さんとか。うん 逆に僕としては継がせたいけど悩んでるお父さんとかお母さんにも見てもらってあるいはその周りの番頭さんとか社員さんとかあと僕は見てほしいのは、ね、銀行さんですね地銀さんとかあの事業所に実はすごい関わっているのであ,のああいう人たちにいっぱい見てもらってあのあこういうやり方もあるんだとなるほどこういうことでうじうじ悩んでるの自分だけじゃないんだとあるいはなるほどこういうこと意外とうまくいく可能性あるんだみたいなことを知ってほしいなと思ってますあの情報が一番足りないです。 そうを僕らはあんまり知らなかったからそういういい情報を提供してないんですよあのね皆さんね大体ね悩んでるんですよ、どの辺りで,<や>で今までそういうものが全くなかったんで相相談でできる相手がほとんんどいないなすよだから大体は地域で同じような事業承継に悩んでる同じ世代の高校の時の同学年とかねそういうのがいるんでそういうのと近所のスナックとかで飲みながら悩んでるんですよ大体。 で,でも今、日本は繰り返すけど中小企業の国で、同じような課題に直面している人は死ぬほどいるので、だからそういう方々にあのテレビとかネットとかいろんなメディアを使ってあのいろんな事例を知ってもらうっていうのが、まあ、もう本当にものすごい重要このサイトも番組も、かなりこれはあの先生にとってはやりたいことの一つになりますね。 もともとこういうものがあったらいいだろうなっていう感覚は今思うとあったんですけどただ僕はただの学者なんであのなんかそういう機会があった時にそこに出てきていろんな知見をご提供することは多少できますけど今いろんな人がこれ見なきゃいけないんでそれが例えばずっとどっかに記録されてるとかあの同じ人がアーカイブとかを見れるとかなんかいろんな手段で接する必要があるんですよね。ななんでででそういういいメディアが今日本で一個もないので あのそういう意味ではあの結果として、まあ、やりたいことというよりは企画のお話をいただいたときにもうシンプルに日本にすごい価値がある例えば今ベンチャーの側で行くとベンチャーって実はいろんなところで集まる機会がもうあるんですね、まあ、一番でかいのは ICC っていう,もうベンチャーが集まる企画があってであそこで集まるとでベンチャー渋谷みんな大体渋谷に集まってるんですよ大体渋谷が五反田とかあの辺にいるとか六本木にいるんであの辺で大体あのベンチャーのそこそこ行きているベンチャーってみんな横でつながってるんですね 僕も知り合いいっぱいいますけどだからもうあそこでインナーサークルできてるんで情報交換もできてるんですよそれに対してあの事業承継の後継ぎはまず今までそういうインナーサークルがほとんどないなぜかというと日本中に散らばってて地域でスナック飲んだり青年会議所で悩んでるだけなんですよ最近ようやくそのベンチャー型あの事業あの承継っていうのができたんですごい期待してますけどまだまだこれからなわけですねで,でそうなると問題はそこに乗っかってくるメディアが必要で ベンチャーの場合は、今メディアがいっぱいあるわけですね。まあ一番分かりやすいニュースピックスですけど、ニュースピックス以外にも、今ベンチャーっていうのがなんとなく華々しいから、なんか取り上げて、なんかテレビとかね、フォーブスとかいっぱいあるじゃないですか。で、あれ,はあれでもちろん価値はあるんだけど、あれの、だから要するに簡単に言うと事業証継版のニュースピックスがないんですよ。あの、で、ああいうところに取り上げられると、 あの人間ってあの本人もやるる気が出るんですよね、うん、あの人間ってやっぱり欲の中にあの僕もありますけど承認欲求みたいなのがあってやっぱりそこでこう特集されることであ自分がやってることって結構価値があるんだなとかいろんな人が見たよとか言ってくれたりするとやっぱりそれってすごい自分の自己肯定感につながってさらに挑戦することにつながるし逆にあの「ニュースピックスとか「フォーブスはご存知のようにああいうの意図的にかっこよく見せてるんですよね。うん フォーブススなんんててイギリス人のカメラマン使ってるんですよ僕も何度も出てますけどなんかすっげえ時間かかるんですよ撮影に <laughs> だからただの写真撮影なのにで,で,でやったらかっこいいじゃないですかでだからあれを意図的にやっててああやってかっこよく見せることで例えば起業家になる憧れを持つ人をもっと作っていこうっていう思いとかもあるわけですねだからこれであの受け継ぐことがこれはまたらかっこいいぞっていうですねはい星のリゾートになるぞみたいな人たちがどん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 生まれてくれば そうなんですあのおっしゃる通りでなんでぜひそういう取り上げ方もしてできたらいいなと思ってますしあの今までそういう認知も啓蒙も情報も全然ないのであのものすごいインナーサークルでしかないんでそれをこういろんな形で日本全体にルフしていくっていうのが繰り返しこういうメディアないんですよ一個もないんですよだから本当にあの宿丸さんがやることとしてはね価値がある。うん